き合って2年の彼氏がいました。大事な話があると呼び出され、不安になりながら集合場所に行くと、私の知らない女の人が彼氏の横にいました。この女の人のことを B として、私を A として話を進めます。わけのわからないまま何？と質問すると、A、いきなりごめん。俺 B と1年前から付き合ってて、といきなり二股宣言をされました。ああ、私が振られるんだなぁ、と思いながら聞いていたら、なんと、B から許可を取っているから3人で付き合わないか？と言ってきました。意味がわかりません。もちろん断り、怒りのまま別れを告げてきました。B さんは私が振るところまで計算して OK したのかはわかりませんが、こんなクソ男とまだ付き合おうとしているのもすごいですし、3人で付き合うって考えになるのもおかしくないですか？私初彼だったのでわからないんですが、こういうのってよくある話なんでしょうか？おかしくないですか？正直こんな奴と別れてせいせいしてますが、皆さんこういったことよくあるんですか？ご意見聞けたらと思います。ちなみにまだインスタや LINE などで何が不満なのか聞いてきます。おそらく B からあなたを振ってこい、別れてこいと彼氏に決断を迫ったのでしょう。B があなたとの二股を OK するわけもなく、こう言えば必ず相手から振られて別れられるからそう言え、と B が彼氏に入れ知恵をしただけです。本当は彼氏からしたらあなたと B の二股をしながら、いずれはどちらかに絞る予定だったけど、B に浮気がバレて B の怒りを買い、あなたと別れざるを得なかったのでしょう。まあこんな男は忘れるべきです。みんなはどう思う？